夏の終わりからくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどに悩まされている方もいるようです。実はこのような症状が続いたら秋の花粉症かもしれません。秋の花粉症を起こすのはブタクサ、ヨモギ、セイタカ、アワダチソウといったキク科の植物のほか、イラクサ、カナヌグナ、カモガヤなどもあります。8月から9月頃から花粉が飛び始め、10月の終わりから11月初旬まで続きます。秋の花粉症の原因になる雑草は高さがせいぜい2メートルで、花粉が飛散する範囲は数十メートル程度と狭いのが特徴です。浴びる花粉が少なければ症状は軽いのですが、群生地で花粉を大量に吸い込むと顔が腫れ上がるなどショック症状を起こすことがあります。自分が秋の花粉症なのかどうかはアレルギー検査でわかります。最近は血液検査で特定の物質に対する抗体を持っているかどうか調べます。費用は何項目を調べるかで異なりますが、症状が出ている人が秋の花粉症と疑われるものをセットで検査する場合、健康保険が適用されて自己負担は5000円前後です。原因植物が特定されたら、自分の生活圏に繁殖していないかを調べ、原因植物の繁殖地があれば遠回りするなどしてください。症状が出るときは春の花粉症対策と同じように、外出時にはマスクをして花粉を吸い込まないようにする、目のかゆみがあれば防塵用の眼鏡をかけるなどの対策を取りましょう。症状が強ければ医療機関で抗アレルギー薬や抗炎症薬やかゆみ止めなどを処方してもらうのも良いでしょう。